どうも。もうしない、もう絶対にしない、こんなオープニング。ここんとこずっとコメントでさ、こんなオープニングを求める人の声がすごい多くて、どうしたみんな、疲れちょ。まあでも正直嬉しいですよ、こんな僕のカスみたいなオープニングを求める声が多くて。ただそんな人たちはもう完全にこっち側の人間だね。はい、どうもピヨキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、イエーオールドメタバージョン2ということで、超古いということでしょうか。このコースね、最近同じタイトルのものをしたと思うんだけど、このイエーオールドメタってシリーズ化してるっぽくて、他にも何種類かあるんだよね。確かバージョン4ぐらいまであったと思うんだけど、で前回がバージョンいくつしたか忘れたんだけど、今回はバージョン2やっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96% で、みんな今日聖なる夜クリスマスだね。そんなめでたいクリスマスの日に僕はどんなオープニングを作ってんだろうって思うんだよ。何やってんだろうね。じゃあここで息アップ、開幕波動。みんなクリスマスなんする？家族とかでね、ご飯食べる方もいると思うんですよ。そういう健全な方はいいとして、恋人同士でね、なんか綺麗なところでディナーを食べるとかさ、あっ、途中になったけど、恋人同士でさ、ディナーを食べる人とかもいると思うんですよ。もうそんなね、リア充爆発すればいいのに。やべ、ここの声が漏れてしまった。ここは、なんか砲台からキノコ出せって書いてるけど、バブルが出てきたじゃんね。他のところにも出てくるんかな。じゃあさ、一旦右まで行って何もしないでおいて待ってみる。そしたら、あ、下から砲台が出てきたね。これがキノコっていうことなのか。そしてもう一回待ってみる。そしたらフラワー出してくれるみたいな。分かってんだよそんなことは。なんでトロールコースやってると思ってんの。そして心、いや、まだ全然あるよ。このブロック壊して、なんもないね。なんかさ、今日のコースの BGM があるじゃん、このオルゴール調のやつ。これがクリスマスの BGM に聞こえてきたね。もう嫌だ。僕に寂しい思いをさせないで、ゲームまでさ、そういう気を紛らわそうとしてゲームしてるのに。あ、ここでクッパクラーが出てきてくれて一緒に行けるのね。クッパクラーン、あなたは僕を一人でしないのね。一緒に行こうクッパクラーン。あー、なんか別れてしまったね。あなたも僕を人にさせるんですかクッパクラウンさん。じゃあここを溶かして下に行けと。なるほどね。この日が僕を温めてくれるっていう感じなんだね。ふざけるなよ、そんなことで僕の気持ちが紛れると思ってんのか、クリスマスのバカー。あ、間違えた。もう一回ワイヤーできてしまった。これさ、地位になって下に行けっていうことだよね。これ頑張ったらいけないかな。こっからこういう風に、あ、うまっ、ワンチャンいけるんじゃないこれで。ほらほら、うますぎる。これガマ発見したんじゃないのかな。キノコ状態で先にいけるという、めちゃめちゃいいパターンだね。あー、なるほどね。あのガリガリの下に中にあるけど、僕はキノコ状態だからで、ね、ここになんかあるでしょ。オッケーオッケー。来た、うますぎる。え、なにこれ、50個のところに行けばカエルスーツがあったっていうこと。もう釣るとかしないで進もう。ちゃんとしっかりチビ状態のまんま来たね。で、ここでキノコが来たでしょ。なんかね、釣るとかしてったら逆にがばりそうで怖いんだよね。そしてこの先の50コインを取ったらカエルスーツが手に入れれるんだけど、絶対何か来そう。右に防衛がいると思う。なんで左の方で取っておく。そういやさ、僕よくアマゾンで買い物するんだけど、荷物が届いた時ってさ、呼び鈴を鳴らしてくれるじゃん、宅配の業者さんが。で、それさ、僕収録中で気づかない時があって、耳にイヤホンしてるからさ、で、そん時によ、勝手に入ってくるのよ、その宅配業者さんが。僕が住んでるところってマジで田舎だからさ、そん時に一生やしって言った時にさ、まるまるさん、荷物置いときますよ。めちゃめちゃ恥ずかしい思いしたね。その人の顔僕覚えてるからさ。で、ここキノコ、あー、やろう、カエルスーツ持ってくんだってこと。頑張れって、もうちょっとカエル、うー、いや、これさ、頑張ったらいけるんじゃない。トランプジャンプで右まで行けばいける。いや、そう思わない。ちょっと頑張ってみていい。いや、今の絶対いけてた。惜しいな。こい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 。この先当たれるところあったっけ。なんもなかったような気がするんだけど。あ、この針に当たっていけばいいのね。いや、もう一回トランプジャンプ挑戦してな。もう一回だけ挑戦させて。めちゃめちゃ悔しい。絶対次行ってみせるから。このトランプジャンプ名人のピオキングがな、ちょっとガチで集中するから見てて。はい、ダメー。このコースはいろんなところに抜け道があるね。間違った。なんでまたカエルの状態できてんだよ。次は絶対に行く、絶対に行くから。これ行けなかったらカットする。覚えててね、自分。
いや今いけそうだった。あとワンジャンプでいけそうだったね。もういや次こそいくよ。いやいける絶対にいけるんだ。頑張るピョキング。オッケーオッケー、きたきた。これで中間ポイントゲットだね。で次はあなんかこのまま右に連れて行かれたけど、絶対スターを取ったらいけなかったパターンでしょう。まあチェックポイント2取ってるから僕の勝ちだね。じゃあここのスターが切れた状態でこの土管に入っていこうか。でさメットがあったじゃん、だからあのメットを踏んですぐ右に行こうか。すぐ右に行く。あっさっきと違うやんかー。じゃあ次はスター状態のまま戻ってきたね。多分これで滑るでしょう。で上は何もない感じか。本当にこの先入っていっていいのか、スター状態が切れて入ろうか。次はスター状態が切れて入るのが正解だよ。おい何もないね。それは卑怯だぞー。ペペ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 ペポン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 。早く仕事してコンボ、ブロックを壊してくださいよ。シャキッと仕事して。さあここでコンボがブロックを壊してくれたところで頭パッカーン。チャンモンランチャプランチェンチャプランチェン、トマペンポンペリンペンペロンポンペンピンポンペシェンペンドリンシェンポンポンピンポンポンポンピンピンポン。ちゃんとやっていこう。もういいよそのくだりは。じゃあここでブラパが出てきたでしょ。このブラパを泳げて先に行く。ここ絶対アイテムやっぱ出てきてくれると思ってました。怪しいもんね、何もないから。でバネがあるけど、ここにバネがあるのかな。この下すげえ怪しくない。それかここに出てくる。なるほど、ドキュニマン。はいどうもイカレキングです。ちくわがあるか。はいどうもイカレキングバージョン2です。こんなイカれたトロールコースはこのイカレキングが成敗してやるんでござる。さあここでバネに乗ってこの右上の土管に入っていく。さあ次はどんな罠が来るんだ。イカれた罠が来るんだろ。どうせズバ飛ばしてんじゃねー。持たないマジで持たない。スターの下りからめちゃめちゃカロリー使ったね。じゃあここはすぐ右に行けって。あキノコを取れっていうことか。もうすべてわかり、マリオメーカー2。あ、待って。この上にキノコがあるっていうことね。そしてここで一旦被弾して、右か左か矢印の方を信用してみる。左行く。バーイ。いや、今のめちゃめちゃ惜しかったね。だから被弾した瞬間すぐ左下に行ったら間に合ったっていうことだね。そしてここ飛んでいいのか。右上すげえ怪しいけど。いや、いや、どうしよう。上行ってみる。すげえ怪しい。ですよね。どう考えても右下だよね。あのブロックがあるっていうことはさ、まあまあこういう死に耐久はそんなに難しくないっていうか、あこれ飛べば簡単なんじゃない。あそういうパターンだよね。 P 貯めて飛べばいいみたいな。いやちょっと時間かかりそうだなこれ。ちょっと待ってね、これちゃんと貯めるから。あの P を貯めて上まで上がってったら簡単にクリアできるはずだから。ここはあと2回3回往復ぐらいでいけそう。次か次か。オッケー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 。そしてここで乗って、でここで針に当たれば簡単にクリアできるっていうことなんじゃないんですかね。はい来ました。これ上に乗ったら結構簡単にいけそうなんだけどな。この針の上頑張って乗れないかな。いや惜しい。まあまあでもこれで簡単にクリアできそうだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。ここ右と見せかけて実は裏を書いたつもりだったんだけど、まさか死に耐久が待ってると思わなかったね。さあここも死に耐久っぽい見た目ですけど、あそこにファイヤーが出てくるの。今のブロック壊したところでしょ。いや絶対ここ死に耐久っていうパターンじゃない。いやでもこれ簡単だよね。で次は左に来るみたいな感じかな。え、これそんな難しくないよね。余裕すぎるんだよ。さっきぐらい難しい死体験欲しいな。ぬるいぜ、寿司がうまいぜ。じゃあここのブロックを壊したらフラワーが出てきてくれるっていう感じでしょ。あーやっぱりねこういう系ちょっと分かりにくいよね。絶対先に進んでしまうもん。そしてここちゃんと進ませてくれるんだろうな。下のブロックが壊れるとかないよな、ボム兵によって。よしよし。さあ残すはゴールのみだね。こっからゴールまでガチでいい。もうこっから喋らないでゴールまで罠に引っかからないで行きたいと思います。まさかあの秒でやられるとは思わんかったわ。じゃあこう左でかわせっていうことでしょ。なんか変なとこ連れて行かれたな。なんだこっちは死に耐久か。いや久しぶりだよな、こういう砲台の中に土管が隠されてるパターンのやつ。じゃあここ下降りて、うわ下が見えねえパターンか。じゃあここのキノコ取っていいの。そしてハテナブロックの中は何もないか。あのパックンの下絶対しゃがんでいかない方がいい。そしたらね多分土管があると思うんだよね。だからここに鉄球がある。そうなんじゃないのか。うわ違うね、パウブロック。このパウブロックを持ってパックンを倒す。でこん中なんかあるみたいな。え
何？じゃあこの下行けってこと？この下なんかあるの？なんもないんかい。この下上に戻るみたいな、そんなことはないよね。絶対行かない方がいいと思う。だからパワーブロックを持ってこの下に土管がある。あ、絶対そうだと思った。これで合ってるんじゃない？待って待って待って、まずいまずいまずい、やだえ、こっちでもないの？こっからマジでわからんくない？ここにパワーブロックが取れ、あーなるほどね、ここのパワーブロックを取って先に進めるのか。そして左下は何もない。だからあの土管でいいよきっと。もう戻さないでくれよ、どこにも。こんなか怪しくない？あ、何もないね。ということはあの土管に素直に、じゃ変だよ、ここどうやって乗られればいいの？いや待って待って待って、こっち何？いや、やっぱそういうことだと思ってた。いい加減にしろよ。もう全て分かったね。ここにバブルが落ちてきたでしょ。このバブルに当たってあのツタを伝っていけっていうことなんだね。そうしないと間違えたこんなにゴールが恋しいって思ったことは久しぶりだね。何回中間ポイント戻しさせればいいのよ。じゃあ心をツタに捕まってこの土管に入る。そろそろゴールあってくれ、頼む。何もしないよ僕は。落ち着こう。落ち着いてられるか。あ、ミスった。急がなくていい、マリー。そんなに慌ててると制作者の思うツボだぞ。しっかりと物事をよく見て考えろ。あの記録を取っていく。なんか今左上見えたぞ。枯葉が落ちてきてたのが見えた。くっそ、この晴れかもだ。なんかパーン、神々よ参上神々よ参上って何幼稚すぎるにも程がある。魚今日のボクサーいつもの 1.00 倍ぐらい壊れてるで、マジでヤバいと思う。じゃあここで P ダッシュ隠しブロックがないだろ。何やってんのいや違うんだって。ちょっとマジで集中するわ。ここだけ飛ばして無言で。さあ飛べマリー。オッケーオッケー、上なんかあるんじゃないのか。あ待って、 P 押した。あ危ない危ない。え、これ合ってたの？なんか合ってるかもしれないね。 P 押したまま先に行くことが正解みたいな。頼む、なんでそんなことするの？絶対左はさ、あのチェックポイント戻すでしょ。嘘でしょ、どっか行けって。頼むって、前その裏行けって。手伸ばしたらゴールされるやんか。頼む、チェックポイント戻しだけは。フリじゃないからね。フリじゃないって言ってんだよ。次はゴールできる、絶対にね。あの P スイッチを押すところまで合ってる。で、この P スイッチの音が鳴りやんでいけばいいんだよ。もう当たってしまったけど多分大丈夫。これでゴールに触れると思う。だから P スイッチが鳴りやんでいきましょう。どうなんでしょうかね。さあゴールできるんでしょうか。頼む、何もないでね。やったどうもありがとうございました。あー疲れた。今のドロールコースめちゃめちゃ疲れた。中間ポイント戻しありすぎじゃなかった？めちゃめちゃ時間かかったよ今の。ということで今日の一発マリオクリア率上げさせてもらってるんだけど、ただこのスーサソさんっていう方が作る一発マリオってクリア率の割にめちゃくちゃ難しいのが多いのよ。なんでこのコースの難易度もマジで未知数だね。そしてサムネからして何が起きるか全く予想つかないよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 7.14%。一発マリオとか好きな方はね、ぜひこの方のコースやってみてください。マジで面白いコース多いから。そしてゴール条件が10枚、コインを10枚以上取ってからゴールかいやちょっと待って、あもう無理なんじゃないの？いやこのキラーに乗ればワンチャンいけると思うんだけど、いやもう間に合うかな。この赤いの乗っていこうか。赤い乗っていって、よっけよっけよっけ。そしてどうすればいいもうめちゃくちゃじゃねえか。そして時間は足んないよ。まあ最初どのキラーに乗るか見極めようか。あーこのキラーでいいんじゃない？最初速攻出してくれたね。そして落ち着いていこう。落ち着いたね。もう黙れ、一つ一つつまんねんだよ言うことが。じゃあ次こそしっかりとこの砲台の上にゆっくりと乗っていきたいと思います。いや地味にむずいよ。クリア率 7% ってある程度マリオメーカーできる人だったらさ、一発でゴールできるかもってそれ過信しちゃうじゃん。でもね、こうどこに行くか分かんないからさ、そういうやられ方もあんのね。プレ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 ペン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 。いやマジでやってるんだよ。ふざけてるなんかないからね。ふざけてるのは言葉だけ。ちょっと集中するわ。これ以上やっちゃうとマジで心配されるかもしれない。ピョキンさん今日大丈夫ですかみたいなまあまあこの動画を見てる方もね、おかしい人たちばっかりなんで大丈夫と思う。10コイン見えた。あの10コインを取ってゴール、早く10コイン。
これさ、時間が足んなくなるから早く行きたいんだけど、早く行ったら早く行ったでね、落ちちゃいそうな気がするんだよな。だからこのキラを踏みながら行くのが一番いいみたいな、そんな感じなんじゃない？うまい、うますぎる。そして次あのチェックポイントらしい。勝てーな、この守りは。まあそろそろ行けるんじゃないかな。コツもなんとなく掴んできたよ。嘘だけどコツなんてありもしない、こんなコースもう適当でいいんだ。10コインをどのタイミングで、あ、10コイン取れた。あ、こういう感じでいけるのね。なんかゴールサクッとしてしまったけど、いろんなクリアの仕方がありそうだよね、このコース。でもめっちゃ楽しく遊ばせていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。